はい、今日のお話はですね、バイク用の屋根ですね、シーパルシールドっていうね、インドのメーカーさんみたいなんですけど、このね、バイク用の屋根すごいなと思ったんでね、ネットでたまたま見つけたんですね。普通のね、ネイキッドバイクにしかも簡単に割とワンタッチまでいかないけど、例えばキャンプに使うキャンピングシートバッグ2をね、バイクにつけるぐらいの簡単さかな、簡単さで言うと付け方の、つくみたいなんでね、ちょっと驚きました。そのね、メーカーさんの、屋根のね、取り付け方の今紹介動画をね、パソコンの画面で 映してますけど、これ GB350 につけてるんだけど、画期的ですね。まあ値段的にはね、ちょっと調べてみたんですけど、現地の価格で1万5000円ぐらいでみたいな感じですね。インドはルピーという価格なんですかね。僕はちょっと間違ってね、換算してる可能性は相当あるけど、まあ間違ってなければ日本円で1万5000円ぐらいだから、おそらくね、個人の輸入代行業者さんかなんかを使って日本に入れた場合の現実的な値段ですけど、多分3万円、総額で3万円ちょっとじゃないかなという気がしてるんですけどね、間違ってるかもしれません、この金額ね。僕はざっとなんか計算したらそのぐらいじゃないかなと 税金とかね、その他も入れて、関税ですね、そういうの入れてそのぐらいで買えるんじゃないかなという、輸入代行のね、業者さんにお願いして輸入してもらった場合ですね。後でね、このメーカーさんのね、URL アドレスと他にもなんかこう結構走ってる走行動画もいっぱいありましたんでね、それもリンク貼っときましょうか。僕はほら個人的にジクサーの150の、シングルシート化するのにね、シングルシートカウルインドから輸入代行業者さんにお願いして取りましたけど、それで大体ね、見当がつくようになったんですね。大体日本円換算にしてる倍ぐらいの金額かな。輸入代行の業者さんに払うね、お金も含めても、まあ2倍か2.5倍ぐらいの値段で大体入るんだなというのが分かったんでね、おそらく3万円ぐらいじゃないかなという予想です、僕の。あくまで予想ですけどね。違ってる可能性も、まあ、さっきも言いましたけど、もちろんありますけどね。ほら、割と簡単でしょ、これ。全部ね、別に工具使わずに、指でね、回すとか、あるいはにじめベルトみたいなんで、タンクに、タンクバッグを取り付けるみたいに、こう取り付けていくんですね。で、大きな、こう、取り付けの位置で負荷がかかっているのは、要はタンクの前端部と、ステップですね、バイクのステップのとこで固定してるんですね、基本的に。しかもね、これね、びっくりしたけど、ガソリンの吸入コックのところはちゃんと空いてるんですよ。だから、ツーリングの途中でね、ガソリンが減っても給油するのも簡単にできますね、これね。まあちょっと驚きましたね、これね。これだけど、現時点でその日本に輸入してる業者さんとかはいないんですかね。いたらすごいなと思うけど、割とね、今度で角度がほら、シールドの角度が人によってもしかしたらほら、頭がぶつかったりするからですよね、角度変えれるんですね、これね。で、ここのとこ真ん中のとこは開いたりこう開く状態もできるし、閉じた状態でロックすることもできるんですね、シールドね、まあ、前はね。ただね、これ見ててなんとなく気がついたんですけど、ハンドルのね、可動域を確保するのにシールドの下側のところはかなりね、シールドがこう左右が細くなってるんですよ。だからおそらくね、走行中はね、左右の手と、太ももの辺は雨で濡れるんでしょうね。だからこれでなんかカバーみたいなものを太もものところに、このね、方モデルの人がしてますけど、多分そのためのカバーなんでしょうね、これね。だからおそらくもし実際に使うんだったら、これは何て言うかな、ハンドルカバーかハンドルガードみたいなのを後付けしておいた方が、雨に濡れる部分がね、少なくて済むんじゃないかなという気はしますけどね。ほら、こういうふうにガソリンの給油も簡単にね、ここの部分が空いてるんでできるんですね、これね。すごいなと思ったけど、シーパルシールドのね、紹介でした。たまたまね、
バイクやらでこう検索してたらこれ出てきたんですね。で、実際にね、走行してる動画もありますね。これどうかな？これがそうかな？もしかして。あ、これが走行動画ですね。こんな感じですよ。雨の日これ走ってますね。結構普通と思いませんか？もうなんか結構普通だなと思ったんですよ、これね。これまともじゃないですかね。なんかそんな気がしました。中国製のね、安い屋根って結構ありますけど、あれよりかなんか全然作りいいような気がしますね。あ、インドの人って、まあいろいろ考えるんだなと思ってね。しかも設計がなんていうのかな、割ときちっとしてますね。あ、これ、ネイキッドじゃなくても SS みたいなのにもつけること可能なんですね。意外とね、スマートじゃないですか、この屋根は。型持ちだけど、スクーターにしかつかないと思ってたけどね、そうでもないんだなと思ってね、思いましたね。はい、といったところでね、まだチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。